今回は冗談でコーナーとエッジが隣り合わせの場合です。まず最初に愛知です。すでに別の動画で説明済みなのですが、一応手順です。コーナーとエッジが冗談でくっついているのは、これ以外にもたくさんあって、まずコーナーの向きが違うパターン。今、コーナーの白が右向きですが、前向きの場合と、上向きの場合もありえます。愛を入れれば3パターンですね。向きを変えてみます。セクシームーブ2回で白が前向きになります。向きを変えてみます。さらにセクシームーブ2回で白が上向きになります。N1 です。さらにセクシームーブ2回で右向きになり、I1 に戻ります。それで入る2から見ていきましょう。上の色が異なっているので、T 化を目指します。エッジがここにあれば T です。なのでそこにエッジを移動します。切り離すため、コーナーを沈めます。エッジを移動します。コーナーを戻すと T 化しています。スロットインは省略します。切り離すため、コーナーを沈め、エッジを移動し、コーナーを戻すと T 化。スロットインは省略します。スロットを上げて切り離せばいいので、こういう向きだったら、そのままの向きで切り離せます。空いているスロットが上がります。その間にエッジを移動します。コーナーを戻せば T になります。あとはそのまま右後ろにスロットインできます。次は白が上向き。N1 です。白が上向きだと単純に切り離しても T 化できないので、コーナーでエッジを乗り越えるように移動し、エッジを2段目に下げます。コーナーでエッジを乗り越える感じです。真上に行くので乗り越えてませんが、ここで右に行って乗り越えて2つ進みます。エッジを戻すと T になっています。左前にスロットイン。スロットを上げて、コーナーでエッジを乗り越える感じ。コーナーを2つ進めてエッジを戻す。T になります。もしこういう向きだったら、スロットを上げてコーナーでエッジを乗り越えて、2つ進めてエッジを戻す。T になるので右後ろにスロットイン。L2 の復習です。上の色が異なるので、T 化を目指して、スロットを上げて切り離します。ここでスロットを上げても切り離せない。ここでしか切り離せませんね。エッジを移動して T 化。この向きだったら、ここで切り離して T 化。次は N1 の復習です。白が上に向いている場合は、コーナーでエッジを乗り越えて2つ進める。T 化します。次のパターンに行きます。I1 から。今度はエッジを反転します。J1 です。この場合も白が右向きと前向きと上向きの3パターンあります。今は J1 で、上の色が異なるので切り離して T 化します。T になるエッジの位置はここです。エッジを2段階ずらす。コーナーを沈めている間に、エッジを2段階ずらす。コーナーを戻すと T になっている。コーナーはこっちで沈めてはダメなのか？エッジが2段目に行くのでダメです。エッジが移動しません。なのでこっちで沈めます。エッジを2段階移動。
コーナーを戻すと T になっている。こういう向きだったらここで切り離して T か。 TO が合っていないので持ち替えないとスロットインできない。右前に入れましたが、普通なら左後ろにスロットインした方が良いかも。次のパターンです。ここからコーナーの向きを変えます。白が前向き、K2 です。上が同じ色なので相かを目指しそうですが、すでにくっついているので切り離してくっつけ直すのは面倒です。この場合はコーナーで一致を乗り越えて、一つ進めると低下します。二つ進めると低下しません。くっついていて上が同色で合いでない場合はコーナーで一致を乗り越えて一つ進める。エッジを戻せば低下しています。くっついていて上が同色で合いでない場合はコーナーでエッジを乗り越えて一つ進める。 E をしているので持ち替えてスロットイン。この向きだったらコーナーでエッジを乗り越えて一つ進む。この向きだったら持ち替えてスロットイン。ここからコーナーの向きを2段階変えます。白が上向きで M1 です。先ほどの白が上の N1 は側面が同じ色ではありません。今回はオレンジが並んでいます。 N1 はコーナーで1を乗り越えましたが、この方法では低下できません。同じ色なので相化したいですができません。なのでコーナーで1を乗り越えてもダメです。この M1 は最悪のパターンとも呼ばれていて、適当に切り離しても白が上向きになったりして簡単には相手以下できません。なので特殊な方法を使います。ペアを一旦スロットから離れるようにバックします。バックと言いましたが、コーナーとエッジがくっついている場合、車に見立てていますイメージです。白がヘッドライトがある方、あとはボディ、こっちが前進、こっちがバック。で、この車をこの地下駐車場に入れる。機械式駐車場を出さないと入れられないので、一旦先で待っている。機械式駐車場を地上に出し、バックで入れる。機械式駐車場を地下へ。一旦通り過ぎて、機械式駐車場を地上に出し、バックで入れる。機械式駐車場を地下へ。そんなイメージで覚えました。で、今回は M1 でした。側面が同じ色で、コーナーの白が上なら最悪のパターン。一旦スロットからバックして、スロットを上げる。このスロットにコーナーだけを入れる。下げると切り離される。車なら大変なことですが、切り離したらエッジをコーナーの上を通過させます。そのエッジを右奥で沈めます。コーナーをそのエッジの上に移動すると相化します。こんな感じでしょうか。上げた分を戻して完全に相化したので、スロットを通り過ぎてスロットを上げてバックで入れる。車庫入れ完了。もう一回やります。一旦スロットからバックしてスロットを上げる。コーナーだけを入れ、下げると切り離される。エッジをコーナーの上を通過させ、右奥で沈めコーナーを上に移動する。下げると低下している。あとはスロットインです。M1 は結構複雑なので、何度も作って練習してみてください。
くっついている残りのものは、すべて、今回の左右対称形です。今回のまとめです。愛知は見たらわかると思います。L には上の色が異なるので切り離して T 化です。N1 は白が上面なので、コーナーで1を乗り越えて2つ進めて T 化です。J1 は上の色が異なるので切り離して T 化です。K2 は上面が同色ですが、愛化はできないので、コーナーで1を乗り越えて1つ進めて T 化です。M1 は白が上面ですが、側面が同色なので、最悪のパターンなので特別な方法で揃えます。ということで、今回は上面近接形でした。今回はこの辺で。